マジックスのチュートリアルへようこそこのチュートリアルではマジックスへのファイルの読み方について学んでいただけます 3D プリントをするためのデータ準備を始めるにはまずマジックスにファイルを読み込む必要がありますすでに STL になっている場合はそのままマジックスで使うことができますもし CAD 形式の場合はマジックスに読み込んで STL に変換します ではファイルを開いてみましょうファイルから読み込みを選択しパーツを開くをクリックしますもしくはクイックアクセスバーにあるパーツを開くをクリックしますキーボードのショートカットを使う場合は コントロールととを同時に押すーパーツを開く画面にはいくつかのオプションがありますまずは配置のオプションです1つ目のオプション変更なしでは STL のオリジナルの座標値でパーツを開きます2つ目の規定位置では マジックスで設定されたパーツ規定位置にパーツが配置されます。パーツがすでに開かれている場合、3つ目のオプション、他のパーツと整列を選択すると、既存パーツと被らないように配置してくれます。すでにプラットフォームシーンを使用している場合は、2D 自動配置を選択すると、 プラットフォーム上の最適な位置に自動配置してくれます。パーツの配置オプションに加え、パーツを開く際に自動修正を実行する便利なオプションもあります。では、インポートするパーツをクリックし、配置オプションを選び、自動修正するにチェックを入れてパーツを開きます。このように、マジックスの作業領域にパーツが表示されます。 では次に CAD データをインポートしてみましょう。この対応ファイル形式に見られるように、多くの主要 CAD データ形式を Magix にインポートすることができます。先ほどと同様、配置オプションに加え、例えばこのように c a i a のデータをインポートする場合、インポートのパラメータ設定の画面が開きます。 CAD の形式によってパラメータの内容が少し異なりますこのパラメータ設定画面では変換時に CAD データの詳細をどこまで保持するかを定義する精度の指定ができますさらにインポートしたい CAD 形式特有のエンティティを読み込んだり、インポートする三角の上限数を指定したり、インポートするパーツの上限数の指定ができます。その他にも、インポート時に、縫製の自動修正や、ステッチの自動処理を実行するオプションもあります。それでは、OK をクリックして、 インポートしてみましょう。これが、CAD データから STL に変換されたパーツです。先ほどのパーツは非表示にします。STL 変換の後は、修正や編集作業、そしてプラットフォーム準備に移っていきます。 以上、Magix でのファイルの読み込み方について学んでいただきました。他のチュートリアルも合わせてご覧ください。